はい、キスアーツプレイパークの会です。今日は、このお天気のいい中、お飾り作りのためのわらをこうして昔使っていた道具を使ってすいています。まあ、わらでね、さばたけるんだ。これ一回やったね、確か。あんまり取れねえね。あんまり取れねえね。でも、いっぺよ。ないよ、お土産すぐ寝てたって。あのね、何回かやってて分かる。多いのと少ないでいいとは。あの人も、多いかもしれない。頑張ってやってみて。で、ただやじゃなくて、工夫しながらやってね。どうやって巻くといいかね。学習しながら。学習しながら。本当だよね。学校の勉強に難しいんだよね。怪我しないとね。面白い。驚いてみたことねえや。一人でやってるけど、いい。来年は子供にやらせよう、ここから。これがあるんだな、借りて。持ち方がだんだん分かったね。うん、例えばただ出て、ただ立った時10分握ればいいんだよ。なるほど、ね、ずっと握ってみたっていいんだよ。あ、なるほど。親もそこまで子供もやってないからね。あんたが大事やったことないって。いや、見たことはありますけど、親がやってるのは見たことありますけど。あ、だから見たことがあるのは価値があるよ。うん、ねえ、だけど実際意外に自分がやってみて難しくて。難しいですね。そんなもんだよ。そう。うん、これを作ろうかと思ってたんですけどね。あ、そうか、これがあればいいというのは知ってたんだ。うん、それはほら、一応やつ握ってね。やってんの見たことあるか。ある。はい、裏の方、そうだね。いいね。いいですか。そう、いつもそのトレーナー脱ぐともっと力が入る。腰が入る。あっつっぺ、腰が入らない。でもそのくらいやってればいいよ。いいですか。うん、どうでしょうか。一歩ね、だいたいいいと思うよ。いいで、ね、うまく踏んでごらん。うまく取って。もっと、で、もっと取った方がいいですか。そんなもんだね。上が綺麗だもん。いいですか。うん、足で踏んでごらん。はい。こうですね。はい。最後、ぐっと握ってね。いきます。よいしょ。よ。だいたいいいね。さっき、あんたたちがやったのか全然綺麗だよ。いいですね。綺麗だ、綺麗だ。オッケー。で、本当に綺麗にしちゃうとね、うん、あの子はね、私たちが神社でやるときは、こういうふうに取ってさ、うん、これをこういうふうに一つずつ剥がしたのよ。で、そっちは用じゃない。ね、これで十分。うん、はい、ありがとうございます。じゃあ、この紐をまた使う？ここでやるの、ね、はい。使うで、これからです。この藁はこれ、しばらに野菜やってる人持っていくといいよ。だって藁ね、藁こんだけ取るの大変だから。裏側やって。綺麗になったね。これを寄せるのは寄せてください。もうさ、子供バラバラになってるから、もう少し遠くの方が大変だと。本物おでんだから、これあんまり取れないね。で、座ってみな。はい、いいよ。いや、そんなもんだよ。
ってきたって言うの。これある程度これ上の方を縛った方がやりよね。ね、ね。ママがこれだからさ、あんまりやっちゃうと、まあゴミが一回ついてくるこれ。で12月の25日に、このわらを使ってお飾り作りもやりますので、もし参加されたい方はいらしてください。